毎度フジモンでーす。今日は、突然ですがフジモンクイズ。フジモンが、怪我しました。こんな感じでちょっと痛々しい感じになってるんですけど、これは何で怪我をしたかっていうのが問題です。この怪我の原因となったものは何でしょうというのが、問題なんですけれども、3択で、問題になります。怪我の原因となったのは1番紙やすり、2番電車ブラシ、3番この3つのうち、怪我の原因は何か。分かりますかね、これね、なんでこんな怪我になったかっていうね、ヒリヒリ。はい、答えは発表します、答えはメラミンスポンジです。パッと見たらこんなことになったんですけど、なぜこういう風になったかっていうのを、まあ、ちょっと説明しますと、先日ちょっと作業の依頼いただきまして、スバルのサンバーの、リアのスライドドアが開かないっていうことで作業依頼いただきました。で、まあドアのね、ノブのところの破損だったので、ドアノブを交換しようということで、交換していく作業をしてたんですね。で、交換するときに内張りを剥がさないといけないので、内張りを外して、その前にちょっとハンドパワーの窓だったんで。ピンを外したり、いろいろ苦労しながらこう内張りを外したんですけども、外して、防水のビニールシートがこう貼ってあるので、それを外します。外すと厄介なブチルゴム、これが出てくるわけですね。ブチルゴムがもう手のこの辺にわちゃわちゃつくわけですよ。ネジを外す作業をしてると、ブチル端っこをちょっと作業してるとつくわけですよね。もうなかなか取れない。で、それを見てたうちのお袋がですね、見るに見かねて、これ取れるんちゃうって持ってったわけですよね。で、こう擦るわけですよ。落ちるんですね。落ちるんですよ。結構落ちて、綺麗になったなって思いかけた時に、手にヒリヒリ感がやってくるんですよ。で、なんかヒリヒリするな、でも綺麗に落ちたしなって明くる日見るとこの状態、非常に危険です。メラミンスポンジ、研磨スポンジなんで、すごく汚れよく落ちるんで、皮膚の汚れも研磨してるんで、よく落ちるんですけど、すごく注意しないとこの状態になってしまいます、はい、痛いです。なんで、メラミンスポンジ、車でも結構使われてる方多くて、頑固な汚れのところにこれでやったりとか、窓の油膜とかね、こういったもので取ったりとかっていう作業されてる方いらっしゃると思うんですけども、決して人体には使用しないでください。はい、人体に使用すると、このような状態になりますんで、はい、痛々しい状態になります。擦りすぎないと大丈夫かもしれないんですけど、人体に使用するとこのような状態になりますんで、決してメラミンスポンジで皮膚を洗わないと、お風呂入っても洗わないというようなことで
注意していただけたらなと思います。今回の放送はこれまで、よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。